パリ五輪女子やり投げでトラックフィールド種目で日本初となる金メダルを獲得した北口春26イコール JAL が13日自身のインスタグラムを更新現在の心境を明かした写真ありやり投げ北口春涙と絶叫の金嬉しいだけじゃ足りない女子トラックフィールド種目初の大快挙サンクユーパリご0円ありがとうございましたと書き出すと 競技後の写真などをアップ小さい頃から夢見てたオリンピックの舞台で金メダルを取ることができましたあの時見てた種目とは違うけれどそれでも全てが今の私につながっていると思っていますしその原点をこれからも大切にしていきますと綴った今シーズンに入ってから苦しい時間が続きましたがまだ完全にではなくても それでもここまで頑張ってこれたことがその苦しみを解き放ってくれている気がします。これからも私は私の投げ方で夢を追いかけますと決意。そして世界中のライバルたちがいるからこそ苦しくてもさらに上を目指して頑張れていると思います。歴史に名が残っている選手も今一緒に投げている選手もこれから槍を投げる予定の選手もあなたたちと競うこの瞬間。 つながる瞬間が私は大好きですと記した。T.S. 日本に帰るのはまだ先になります。もう3試合ほどヨーロッパで出る予定です。引き続きご声援よろしくお願いしますと添えた、北口の投稿に、フォロワーからは、お疲れ様でした最高の試合をありがとうございました私たちファンもこれからもずっと北春選手の夢を応援し続けていきます。 北口さんの笑顔とダイナミックで美しい投げに感動しました。金メダルおめでとうございます。そして素敵な笑顔もありがとうございました。といった反響が寄せられている。